はい、今回はこのドラムセットのシットポジション、座り方についてご紹介しようと思います。これは以前にもですね、動画を公開したんですけども、それを見ていただいてもいいですし、復習として座り方、これを詳しく今回述べようと思います。結構ですね、ここについてあまりポイント、重点を置いていない方もいらっしゃると思うんですが、ここが一番重要な点の理由として、まず体を壊さないことが一番理由にあります。ドラムスをプレイしている一番のよくある問題点として、腰を痛める。やはりこう普段の動きではあまり使わない筋肉を使うので、こう座りながら足を動かしたり手を動かしたり、やはり無理な体勢がかかるとどうしても腰を痛めてしまう。でそれって結構一生ものになるので、ここだけは一番気をつけてほしいと。でやっぱり力が入りすぎて無理な体勢でこう腕を動かしたり足を動かしたりするので、筋肉にも負担がかかってどうしても体を壊してしまうと。これを一番避けたいために座り方が重要になっていきます。で僕が一番ですね、ドラムスを独学でしなくてよかったなと習ったのは、バークリー音楽大学の出身のドラム講師の方だったんですが、やはりそこで教えられていたのは、一番最初に教えられたのがこの座り方ポジションでした。でこれを一番自然体の普段暮らしている中で座っている形、これが一番自然な形で体を壊しにくいことなんですね。でこの状態にいつこのドラムスをプレイしていても持っていけるか、これが重要な点になります。ちょっと矛盾しているんですが、ドラムスをプレイするのは自然ではない不自然な状況なんですが、この自然な、例えば普段テレビを見ていたりパソコンを使っていたりご飯を食べたりするときにこうリラックスして座っている状態、この自然な状態とこの不自然をいかに近づけられるか、これで体も壊れにくく無理な力も入らずに、ずっと長い間ドラムスを僕も20年やってるんですけど、一つも体を壊すことなく今までやってこれたのもこの座り方のおかげだと思っています。で実際どうやって座るのか、これは単純な話で、例えば皆さん椅子にこう座っている、リラックスしてこう座っている、この体勢を作り出したらもうそれだけです。この体勢の延長線上にこのペダルがある、ドラムスペダルがある。これ今僕はダブルペダルを使っていて、ちょっとハイハツが遠くなっているんですが、それでもまあシングルペダルの方は、ハイハツペダルが左足の前もしくは右足の前に来るように、こう自然体の座った状況の、若干足が前に出るんですが、それぐらいペダルを用意する。で自分の真正面、こうお腹の前のあたりにメインのスネアドラムが来る、そしてタムフロア、そしてシンバル系といった感じですね。でよくありがちなのが、なぜかパッツをここに、今ここのカメラが正面だとすると少し左寄りになって、パッツがここまで来ていてこうなっている感じで、こうタムロールをするときにこう体がこうなって演奏している方がいるんですけど、これがかなりノーグッドで体に負担がかかります。でこれのなる理由として、このペダルがこう自分に向かって垂直にあるので、これを足に合わせようとするわけですね。こう足も垂直にここに合わせようとするので、こうなってくると体の向きが若干こちら側に向く、その結果ハツをこっちに持ってきてスネアをこうなってっていう感じで、真正面ではなくて少し斜めを向いて演奏している方が見えます。そうではなくて普通の自然体、足が若干こう逆ハの字になるんですけども、こういう状態ですね。こう上から見るとこういう感じになります。で先ほど体の向きがこう斜めになっているのは、このペダルに対して足をべったりこう垂直に同じようにつけてしまうので、こう体がどうしてもこっち向きになると。人間自然体で足を座った時は若干こうガニ股というか、こうハの字、逆ハの字になるので、この状態でのままただペダルの上に足を置くと。でつまりかかとがこう内側に少し出るわけですね。この状態が自然な感じです。でこれでペダルを演奏する、つまりかかとはもうペダルを踏んでいないわけですね。つまりどこでペダルをじゃあ踏むのかっていうと、この母指球のあたりです。ここでペダルをバウンドさせる。
で、このペダルの演奏の仕方については、以前も動画で紹介したので、そちらは詳しく見てほしいんですけども、まあ、大体こういう感じでやると自然体でドラムスを演奏できると、そういう感じです。はい、というのが以上の座り方の説明でした。非常にここは大切なので、いろんな座り方があると思いますが、まあ、一つと参考として、ぜひ何を重点にドラムスをプレイするのかっていうことを考えたときに、まあ、僕の場合はこうなるべく自然体で楽に力が入らずにプレイすると、まあ、たまにシンバルをこう高くしてパフォーマンス重視でやっている方とかもいらっしゃいますが、まあ、人それぞれ何が違うのか、こうスタイル好みっていうのがあるので、ぜひ皆さんもいろいろ試してやってみてください。それではまた次回お会いしましょう。